平忠恒の乱は、平安時代に、暴走参加国で1028年に起きた反乱。平安時代の関東地方では、平野正門の乱以来の大規模な反乱であった。平野正門のおじ平ら分の子孫にあたる平、忠恒が乱を起こし、朝廷は討伐軍を派遣するが3年にわたって、鎮圧できなかった。有力武士の源の頼信が起用されるに及び、 忠恒は降伏した。この乱により、暴走参加国は大いに荒廃した。長元の乱とも言う。平忠恒の乱の討伐に向かう源の頼信、平良文は、下佐国相馬軍を本拠に、村岡五郎と称し、この忠より、孫の忠恒の三代にわたり、関東で勢力を伸ばした。忠敬は、数佐国、下佐国、日立国に、不祖以来の広大な所領を有し、 傍若無人に振る舞い、国史の命に服さず納税の義務も果たさなかった。長元元年6月、忠恒は安保森平り開ただを焼き殺す事件を起こした。原因は不明だが、受領と在地領主である忠恒との対立が講じたものらしい。続いて忠恒は、和佐国の国画を占領してしまう。和佐助県、犬飼異星の妻子が家へ逃れ、これを見た。 上佐国の国人たちはただ常に加担して、反乱は暴走参加国に広まった。当時、在地豪族はたびたび国がに反抗的な行動を取っていたが、中央の有力貴族との私的な関係を通じて、不問になることが多く、実際に追悼戦時が下されることは、稀だった。事件の方は朝廷に伝えられ追悼師として、源頼信、平正介、平直方、 中原成道が候補に上がった。右大臣、藤原さねは尋常において、来信を推薦した。来信は、日た之の助在任中に、ただつねを侵入させており、事態の穏便な解決のためには、最適と考えられた。他の苦行も同調するが、五一条天皇の最下により、ケビー氏へ門将正義、平直方とケビー氏左衛門の小シ,シリング、中原浄土が、 追悼士に任じられた。直砲を追悼士に抜擢したのは、関白、藤原頼道だった。直砲は、貞森流の着流とも言える立場であり、同じ貞森流の日立兵士と連携していた。日立兵士は、武蔵、下宇佐を勢力基盤とする吉文流兵士とは、長年の敵対関係にあった。直砲は、頼道の家人であり、 寄り道に働きかけることで追悼士に任命されたと推測される。直報は国家の公認のもとに平忠純ら吉文流兵士を排除する立場を得ることに成功した。8月、刑に潜入した忠純の老党が捉えられている。老党は内大臣、藤原の道宛の書状を持っており、追悼令の不当を訴える内容だった。 平直方たと、中原浄道は吉日を選び、任命から四十、四日も後の八月五日の時に、兵二百を率いて刑を出立した。夜中にもかかわらず、見物人が集まり見送ったという。翌年二月には、能方の父、これ時が、和佐助に任命され追悼も本格化する。また、この頃ろげん大が、か守に任じられている。 国家から無本人が使いされたただつは徹底抗戦を余儀なくされる。追悼師の中原浄道は消極的で関東へ向かう途上、母親の病を理由に美濃国で退陣している。合戦の詳細は不明だが、消極派の浄道と積極派の直方は仲たがいしたため討伐軍は苦戦し、乱は一向に鎮圧できなかった。長年2月、朝廷は東海道。 東山道、北陸道の諸国へ、忠常追悼の官府を下して、東伐軍を補強させるが、鎮定は進まなかった。同年12月には都への報告を怠ったという、理由で上道は解任されてしまう。長元3年3月、忠常は安亡国の国賀を襲撃して、安亡主、藤原光行を放築した。朝廷は、公認の安亡主に、平昌介を任じるが、 平ら介は、伊勢国で同族の平らいた業と構想を、繰り返している最中で任国へ向かうどころではなかった。ただつは、上佐国いすみぐんいしめの要害に立てこもって、抵抗を続けた。乱は、長期戦となり、戦場となった上佐国、下宇佐国、安防国の疲弊は甚だしく、下宇佐守る藤原ためよりは飢餓に迫られ、その祭祀は、憂ししたと伝えられる。 同年7月、豪を煮やした朝廷は、平直方を召喚し、9月に代わって、海守る源雷神を追悼士に任じて、忠爪討伐を命じた。来信はすぐには出立せず、準備を整えた上で忠爪のこの一報子を伴って、海の国へ下校した。長期に及ぶ戦いで忠爪の軍は疲弊しており、下野国の藤原金光を通して、降伏の意向を伝えてきていた。 雷神が、上佐国へ出発しようとした、上元四年春に忠ツネは出家して、古都従者を従えて雷神に降伏した。雷神は忠ツネを連れて、帰還の途に着くが、同年6月、美の国の神で忠ツネは病死した。雷神は忠ツネの首をはねて帰郷した。忠ツネの首は一旦教師とされたが、後人の首を晒すべきではないとして従者へ返され、また、 ただつねのこの常ねと、常ね金も罪を許された。朝廷は、来信の功労を高く評価して希望する、国の受領に認じる方針を決め、来信は当初は後に近い丹波守るを希望したが、後に東国との交通が良い身の守るへの変更を希望し、突然の変更に、朝廷内でも、物議をかもしたが、最終的には、 長元五年の地木により来信は希望した、身の守るに認じられた。平直方の聖罰にも屈しなかった忠常が、来信の出陣によりあっけなく降伏したのは、忠常が来信の家人であったためであるとも言われている。この乱の主戦場になった暴走参加国は、大きな被害を受け、カ佐助藤原達茂の報告によると本来、カ佐国の作田は2万2千0あったが、 わずかに18兆に減ってしまったという。だが、同時に、その原因は追悼誌であった、平直方や諸国兵士、すなわち、朝廷軍による収奪であったと明言している。この乱を平定することにより、万道兵士の多くが、来信の配下に入り、川内源氏が東国で勢力を広げる契機となった。ありがとうございます。